ルス戦艦の中ってモノケロスとは結構違うんだな。モノケロスって何ですの？レックスは見たんじゃないか。ボルトムントの桟橋に停泊してただろ。シンたちの黒い船だよ。あのすごいやつか。アルス船じゃないんだよな。詳しくは知らないけど、そうみたいだな。すごいもん、トラも見てみたいもん。もう見られる機会はなさそうだけどな。イーラの連中に再会しない限りは。もももん、偶然見たくなくなったもん。ご主人、心変わりが早すぎですもん。モノケロスもすごかったけど、このアルス戦艦もすごいよな。見たことないものばっかりだ。ふふん、このアルス戦艦はステルビア帝国の最新技術の結晶も。一般人は中に入らせてもらうことさえできないもん。最新技術って言ったってサルベージした技術を利用してるだけだろ。いや、独自の改良を加えて使ってるみたいだ。ほら、ここに埋め込まれた機械だって元がわからないくらいいじくられてるしさ。それはアルスの神経へ信号を伝達するための制御番号。ここからアルスのあちこちにケーブルを取り付けて情報別に信号の制御を行ってるもん。へえ、すごいじゃないか。このケーブルだって従来のものよりも伝達速度は 2.4 倍、容量に関しては12倍も。他の国で使っているようなものとはレベルが違うもん。じゃあこれを小型アルス船に乗せたらものすごい効率が上がるな。えっ、へん、その通りも。なんか二人ですごく盛り上がってるけど、私にはちんぷんかんぷんな話だな。ハナはどう思う？本気を出せばあの二人以上に熱く語れますもん。そうなんだ。私なんか肩身が狭いな。大丈夫ですもん、ニア。花はニアの好きな蒸し料理の話題でも盛り上がれますもん。花は優しいな。けど私が好きなのは虫じゃなくて魚料理だからな。あ、ごめんなさいですもん。データベースを更新しておきますもん。ご主人が適当に設定したから間違ってる時がありますもん。
もも、殺気を感じるも。兄貴、早く先へ進んだ方が良さそうも。ここにいると危険な目に遭うも。そうか。ほらほら、早く行くも。どうしてご主人が自慢するんですか。よくぞ聞いてくれたも。このアルス戦艦に使われている技術は、なんと花の動力や駆動系にも利用してるも。驚きですも。しかもしかも、花のものはさらに改良して組み込んであるも。さらにびっくりですも。もしかして帝国の技術を盗んだのか。なあトラ、それってかなりヤバいんじゃないのか。技術の進歩のためには多少の危険は覚悟の上も。ただ花に組み込んであるシステムはステルビアの技術者にだって解析することは不可能も。何の心配もいらないも。花は自分の出生の秘話を聞いて